うございます。いい。てっちゃん、母さんもギフトありがとうございます。来たよ、ありがとう。あげ。久々だー。やっぽい。ふうさん、デブニャン、ギフトありがとうございます。ジジマくんさんもありがとうございます。眠いよ、取れなー。お、キャロットくんも、あざまる。昨日楽しかった。お、ありがとうございます。札幌ツアー、ありがとうございましたー。イェーイ。イェイイェイイェイ。おはようございます。ポンポトミーさん、ハート、ありがとうございます。実は仙台にいた。らしいな。らしい。仙台にいた。でも、ワイ、お見送り出れなかった。ピエン。ポンポトミーさん、ハート、ヒロシゲさんも。何これ、クリスマスプレゼントクリスマスプレゼント、あざまるおはよう、おはよう。ラーメンは食べてないけど海鮮食べれたぞ。海鮮丼食べれました。昨日終わったら、わっしょい。電波のたけさん、ギフトありがとう。イェイ。ウルトラ久しぶり。あ、ウルトラ久しぶり。海鮮丼食べたよ。イェイ。やったぜ。ゆうぼうさんが、わい、ありがとうございまーす。いくらしてない。そう、いくら乗せずに、いくらなんかセーフで乗せるやつだったんやけど、いくら乗せず、食べました。お、くりちゃんもプレゼントありがとう。ありさ、背高いので嘘。なんで？いいね、ありがとう、たけさん。いくら食べれない、一緒やん。一緒やんけ。昨日ジンギスカン。ジンジジジンジジジンギスカン。ジュルルルルル。ジャガポックル。ジャガポックルたも食べたぞ。イェーイ。ジャガポックルとね、あとチーズタルトがね、差し入れでね、あってね。そう、もっといっぱいあったんですけど、そう、厳選してね、ジャガポックルとチーズタルトをゲットしたんよ。そしたらね、コウコちゃんが今ダイエット中らしくて怒られちゃったー怒られちゃったーって、しょうがないよね、だってさだってさ、北海道でしか食べれんかもしれんのに思わん？ジャガポックルよ。ジャガビーだったらさ、広島にもあるけど、ジャガポックルはないじゃん。しょうがないよね。そんな言われちゃっても。ふうさん、プレゼントありがとう。歌唱力完全版みたい。あ、そっか、ありがとうございます。完全版。ありさは今家にいないから見れないんですけど、家に帰ったら見ようと。え、見れるよね。あれ、完全版って私も見れる？それ食べるわな。あー、こもちん、ありがとう。初めて会えて、ウェピオでした。ありがとう。負けが。ふくちゃんの、あ、見た。ふくちゃん、写真撮ってくれたやつ。あれ欲しいな。お土産はもうゲットしたよ。そう、もうね、実は東北海道にいないんですよ、もう。北海道脱出。脱出してきた。お土産は、白いブラックサンダー！イェーイ！
白いブラックサンダーといちご味もあったんですよ。北海道いちご味。そう、白いブラックサンダーと北海道いちごのやつをゲット。あとね、あのルルルンパック、ルルルンパックっていうパックがあるんですけど、あれの夕張メロンの香りみたいな夕張メロンの香りがするパックもゲットしたよー。イエイ、めっちゃ楽しか、いい楽しかった。おー、ウルピー、ありがとう。そう、ジャガポックルもさ、あったのさ、買った後に気づいた。ジャガポックル。おはようございます。まだ札幌いるな。てっちゃん、こまちゃん、ギフトありがとう。遠征楽しいね。おまいがー。いいよ、こらいしよ。白いブラックサンダーだよ。絶対美味しいよね。北海道限定の、そう。あと、北海道ってあれが有名な、あの、何やったっけ。オレンジみたいなジュース。何やったっけ、あれ。名前忘れた。ナポリみたいな。ナポリ？ナポリンみたいな名前のジュースは有名なんですか？あ、そう、リボンナポリン。それ、安部衛さん、だるまありがとう。リボンナポリン？何あれ？飲んだんだ。新幹線じゃないわ。飛行機乗る前にね、そう、売ってあって、あ、これ、お店でジンギスカン食べた時にね、あったんですよ。ドリンク、ソフトドリンクに。リボンナポリン。そう、ジュース、ジュース。なんかオレンジ、そう、オレンジっぽい味なんですけど、の炭酸みたいな。飲んだ、飲んだ。リボンナポリン。うましだったよ。ジュース。だるるる。キャロットくん、ハートありがとう。意外と美味しかったリボンナポリン。ようわからんけど、謎の感じやけど、推しよ、推し麺リボンナポリン。限定サイダーらしい。へぇー、へぇへぇへぇ。ずんだは飲んだよ。ずんだシェイクは飲まなかった、さすがに。そう、ずんだ餅食べたんだ。ずんだ餅を食べたから、さすがにずんだシェイクはやめといた方がいいと思って我慢したよ。えらい。えらい、峰押しありさはえらい。たけたん、ま、花束ありがとう。そう、ずんだ餅が食べたかって、も、お餅は食べたったんだけどね。シェイクは飲まなかったよ。お、カラコンイエロープレゼントありがとう。タケタン、キャロットさんもありがとう。ゲンナスケさん、キャロットさんもありがとう。イエイ。イエーイ。アリサはもうずっと見張られちゃってるから。そう、コウコちゃんにも、見張られてるし。あと、アリサのマネージャーさんも見張っとる。ピエーン。でもね、聞いてよ。お弁当もね、あったんですよ。ツアーの時は。そう、昼も夜もお弁当が出てからの差し入れもいっぱい置いてあったんですけど、昼も夜もお弁当は食べてないよ。お弁当は食べずに、そう、昼と夜の公演の間にジャガポックルとチーズタルト食べただけで怒られるよ。悲しくない？聞いてよ。だってさ、お弁当も食べてないのにさ、ジャガポックルとさ、チーズタルトも我慢したら何も食べるものがないじゃないか。悲しい。そう、すぐね。ピエン、食べるものないやんけ。
すぐね、食べてるとこ見つかったらね、コウコちゃんに見つかったら、もし、西村さんっていうマネージャーさん呼ばれてから、さ、あれちゃん、ガチャガポックル食べてるってチクられる。すぐチクる。あ、あれちゃんがジャガポックル食べてまーす。すぐチクられちゃうな。50カウント終わった。ありがとう。あ、アリサがチーズタルト食べてまーす。すぐチクられろ。でね、あ、そうそうそう、言えばね、そうそう、あのチホンヌがバターサンド食べてたんだよ。そう、チホンヌがバターサンド食べててから、そう、半分くれたの、チホンヌがバターサンドをね。そしたらね、またコウコちゃんがチクってからね、アリちゃんがバターサンド食べてまーすって言ったよね。アリサは一生懸命、じゃあチホンヌが半分渡してきましたーって言ったら、そう、アリサは悪くないようにね、チホンヌが半分渡してきましたって言ったらね、チホンヌがね、いや、アリちゃんが半分ちょうだいって言いました。もうみんなひどいんだが、すぐいじめるよね。すぐいじめちゃうよ。悲しい。タタ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 タ、はい。コウコちゃんバターサンド食べてたね。バターサンド食べてたね、コウコちゃんも。お弁当食べたんかな、わかんない。でも確かにプリンとかジャガポックルとか、あと何があったっけな、北海道のハイチュウとかいっぱいあったけど食べてなかった気がする。すげー、パンジャラさん、ヤスベーさん、ギフトありがとう。バターサンド美味しい、なんかレーズンみたいなやつ。風邪気味系、なんかよくわかんないんだよね、鼻声なだけだよ、ただただ鼻声なだけだよ。そう、昨日のね、帰りの新幹線ね、そう、耳痛すぎて面白かった。そう、昨日ね、マリナと隣だったんですけど、飛行機、北海道からの帰りの飛行機でから、それでから、着陸態勢に入りますみたいなやつの到着時間の30分前から、そう、もう耳がキャーってなってから、そう、もうやばかった。昨日の帰りが過去で一番痛かったな。死んでた。そう、それでからね、痛いよね、やばい、着陸態勢に入る30、到着時間の30分前から痛かったんだよ、やばいよね。わかる、もう飛行機は無理だ。一生新幹線、そうないよ。それでね、ネットがつながるようになってからね、マリナが原因を調べたんよ。だってアリサとマリナだけめっちゃ痛がってからね、後の人はね、何事もなかったようにグーって寝てるんだよ。痛くないと思ってからさ、めっちゃ不思議に思ってからさ。そう、調べたんよ。え、鼓膜も破れるかと思った、マジで。マジでもう死ぬかと思った、痛すぎて。それでね、そう、ネットで調べたらね、鼻詰まりの人とかね、その時に喉が痛い人とかがね、めっちゃね、耳が痛くなるらしくて、私やーと思って。私やん。そう、マリナも鼻詰まってたしね。そう、乾燥で喉が痛かったらしいよ。ふうき、私とマリナに集中攻撃だった。やばない、知らんかったけど。鼻が詰まってたりさ、まあ、とりあえず風邪ひ気味の人にさ、めっちゃなるらしいよ。毎回なる、マジ。アリソンでも毎回なるけど。え、マジでやばかった。もう、アメちゃんをもらってたから、アメちゃんも食べたし、そう、なんか、あーってあくびしたら治るみたいな書いてあったき、あくびもしてみたし、いろいろあったのに全然ダメだったわ。
結局そう、最後のね、到着するまでね、もう痛すぎて泣いてた。ピエヌ、ピエヌ、ヤスベさん、だるまありがとう。あ、ほんとだ、みかり出てる。あ、たまる。では、ギフトを読みたいと思います。あきさとさん、ヤスベさん。たけたん、みやこ先生、てっちゃん。パンジャラモンスターさん、キャロットさん、そういちろうさん。てっちゃん、てっちゃん、てっちゃん、てっちゃん。げんのすけさん、からこんやろう。つっと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 。やすべいさん、こもちん、てっじゃん、奥村すけうのえもんさん。ふうさん、やすべさん、てんぱのたけさん、くりちゃん、しんしんまるさん、ゆうぼうさん、じいじんまーくん、パパとみーさん、ひろしげさん、キャロットさん、やすべさん、ふうさん、じいじんまーくん、デブニャン、かあさん、です。ありがとうございます。では、ランキングいきます。13位、たけたん、12位、しんしんまるさん、11位、きずなっかさん、10位、かんちゃん、9位、ゆうぼうさん。8位、ひげのまさす、8位、あ、出た。ひげのまささん。7位、あきさとさん。6位、パンジャラモンスターさん。5位、そういちろうさん。4位、けんようばちさん。3位、キャロットさん。2位、てっちゃん。1位は、ドルル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 ルありがとん。ありがとん。とこたん。イェイ。今日はね、岡山そう、今日は岡山でね、イベントがあるんですよね。そう、頑張ってまいりたいと思います。あ、高く。そう、おきぽの誕生日に、おきぽとお仕事ができできます。できます。頑張ろう。とっとと。てっちゃん、ファイト、ありがとうございます。ありがとうございます。再販、明日までだの、嘘。サステナブルの再販、明日までだよ。よかったら、12月の24日のクリスマスイブ、会いに来てください。では、バイバーイ。お疲れんこんでした。今日も頑張っていきましょう。日曜日だけどね。バイバーイ。